はい、それでは本日は販売士2級平成28年第78回3の3番補充発注業務について解説していきたいと思います。次の文章は補充発注について述べている文章中の四角の部分に下記に示すアーカラーをそれぞれの語源から最も適当なものを選んで回答用紙の所定欄にその番号をマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこの補充発注について解説していきたいと思います。今回の問題はこれは基本的にこの留意点に関する問題なんですけども、まずこちらから説明していきたいと思います。まず補充発注業務というものはですね、まあ、定番商品と言われる、まあ、回転率の速い商品に、欠品を起こさないために、まあ、用いられるのがこの補充発注ですよということですね。でですね、この定番商品を欠品、させないようにするために、まあ、維持管理をします。まあ、この維持管理をするためには、まあ、棚割り表も表ですね、表によるフェイシング管理、まあ、フェイシング管理というのは、まあ、商品の顔ですね、一番欲しい、一番売りたい商品を一番前にバーッと並べることをフェイシングというんですけども、フェイシング管理を行ってその売れ筋商品の、欠品を防止するというのが、この、補充発注業務になりますよということですね。そしてこの、発注業務なんですけども、定期発注と定量発注があります。定期発注というのは、まあ、週に1回とか月に1回など間隔を空けて発注することがあります。そして、定量発注というものは在庫が定められた数量以下になった時に、発注することを定量発注と言います。まあ、このどちらかで発注を行うことが重要ですよということです。またですね、発注する際にですね、最適化したもの、発注を最適化したもの、EOS、エレクトロニックオーダリングシステム、まあ、電子発注システムですね、まあ、EOS と言います。これはですね、ネット上で受発注を行って、作業時間の短縮を行うメリットがあります。まあ、お店のストアコントローラー、まあ、レジと思ってください。レジがピッてやったら、まあ、そのまま本部に行って、まあ、ちょっとだいぶ飛ばしてますけど、まあ、レジから本部に行って、そして仕入れ先企業に行って、発注を行うということですね。まあ、昔は、電話とかファックスで発注してたんですけども、それに比べて、発注精度の向上であったり、そして作業時間が短縮されるという、まあ、利点が生まれました。これが EOS というものですね。そして次に、留意点です。留意点なんですけども、この補充発注における留意点は、まあ、商品が最低陳列数量になると顧客から売れ残りだと思われ売れなくなってしまうということですね。この最低陳列数量というのは商品が一定の数量以下の陳列数になった時の状態、まあ、だいぶ、品が少なくなった状態ですね、になった時にお客さんから売れ残りだって思われる可能性もあります。で、売れ残りだと思われたら、あ、これは売れてない商品なんだ、じゃあ別に買うぞってなったりするので、まあ、そのような形にならないために、まあ、顧客が見やすくかつ手に取りやすい陳列量、まあ、適正在庫数を極めて、まあ、維持管理をしていく必要がありますよというのがこの留意点一つ目になります。そして二つ目、最低陳列数量を見つけてから発注を行うと欠品となる可能性が高くなります。まあ、理由はですね、この商品を発注してから納品するまでの発注リードタイムという期間が、まあ、間隔があるため、これを考慮して補充を行わなければならないということですね。なのでこれは、まあ、言うと、あ、これ欠品やってなって、今からちょっと発注しようと思ったとしても、あ、欠品になりそうだと思って、まあ、発注しようと思ったとしても、まあ、リードタイム、発注してから納品するまでの時間があります。なのでこのリードタイムがあるので、そのリードタイムの間に欠品してしまう可能性が非常に多くなります。なので、販売機会ロスを行って売り場の、まあ、売上の向上につながらなくなります。もう商品は秒で来ないので、まあ、秒で来たらいいんですけども、まあ、それが無理なので、まあ、ちゃんと補充発注してくださいねっていうのがこの留意点になります。まあ、この下の用語は出てこないので、今回こちらだけを解説してこちらの問題に入りたいと思います。定番商品の補充発注にあたって陳列数量の捉え方が重要となる。ボンドラ重機に陳列されたある単品が青を割った状態になると顧客からは異の状態とみなされやすく、小売店では予定通りの売上高が見込めなくなる。この問題はですね、こちらのことですね。商品が最低陳列するようになると顧客から売れ残りだと言われてしまうので、このアに関しては3番、そしてイに関しては売れ残りが入ります。そして次、そのため小売店は常に顧客が見やすくかつ取りやすい程度の陳列する量、すなわちウを維持する必要がある。まあ、この留意点として、まあ、顧客が見やすくかつ手に取りやすい、陳列量、適正在庫を維持する必要があるということなので、ウは2番。そして次、しかし、最低陳列数量になった時点でそのことを発覚したのでは、A という状態に陥るのを防ぐことは難しい。まあ、この A というものは、まあ、欠品を防ぐのが難しくなるという流れになりますので、 A は2番が入ります。なぜなら店舗において発注してからその商品が入荷するまでに O があるので、欠品を引き起こしてしまう可能性があるからである。で、この問題はですね、最後 O なんですけども、このリードタイムですね、発注リードタイムという、まあ、注文してから納品するまでのことをこの発注リードタイムというんですけども、このリードタイムが、あるので、まあ、欠品を引き起こしてしまう可能性があるということですね。なので以上のことから今回は、あは3番、いは4番、うは2番、えは2番、おは
4番となります。